九州電力の電気料金が大幅に値上がりする見通しとなりました。九州電力の5月使用分の電気料金は、使用量が平均的な過程で、前の月から425円上がり、7101円となっています。6月使用分の電気料金は、政府の補助金が終了することを受け、大幅に値上がりする見込みです。 前の年の同じ月に比べると43.8%上昇となります。はい。まあさまざまなものが物価上昇している中で,で,、ね、で電気料金も今回値上がりというふうになりました。はい、なぜ値上がりしたのか理由をおさらいしてみます。一つはですね、LNG と呼ばれる液化天然ガスが石炭の輸入や石炭の輸入価格というのがロシアのウクライナ侵攻前と同じくらい下がってきたということを踏まえて。 うん、こちら、政府による補助金が5月使用分までで終了してしまうということになるんですね。2つ目は再生可能エネルギー普及のために今、電力会社が再生可能エネルギーを買い取った仕用を電気料金の一部として利用者が今、負担している状況なんですね。これを付加金というふうに言うんですけれどもこの付加金も引き上がったことが理由と。 考えられてるんですねこの2つが主な理由で、えー、電気料金が結果的に値上がりしてしまうと。うんうん いやいこ,、ね、これは痛いですね、うちはうオール電化なんで、ああもう月で2万前後ぐらい行くんですよね、今そうですね、うん、やっぱりオール電化っていうご家庭もね、またこれから暑くなって、エアコンを使っていく時期なので、うん、まあそれでも我慢しすぎると、また熱中症のリスクとかもあるので、でね、まあ無理のない範囲で工夫しながらやっていきたいなと思いますすよねね、うん、そうです、ね、金子さん、節電の対策とか、電気料金、気にされたりとかしますか。うんはい、そうでですすね、まあ、一人暮らしですけど、まあ、あのなるべくギリ できる限りで体調を崩さない限りで、はい、あの節電というのも考えなければいけないかもしれないですね、はい、本当にこう歴史的な円安という影響もあって消費者にとっては厳しい夏がやってきそうです。